黒い人影が見えたら必ず。知り合いの恵子さんは中学生の時に同級生の死に直面してしまった。それからというもの頻繁に怖い体験をするようになったそうで、中学3年生だった恵子さんが朝学校に登校すると、校門からの緩やかな坂道を登り切ったところで同じクラスの B 子さんが目の前にいることに気がついた。 B 子ちゃんは、恵子さんが声をかけ始めたその時、突然 B 子さんの体が崩れ始めたという。恵子さんはとっさに両手で B 子さんの体を受け止めたが、中学生の恵子さんにはとても支えきれなかった。 B 子さんは腕の中をスルスルと滑り落ちて共に倒れ込んでしまったそうで、突然のことに恵子さんも驚いていると、近くにいた先生が駆け寄ってきて二人を起こそうとしたが、そこで B 子さんの異変に気がついた。意識がなかったそうだ。すぐに救急車が呼ばれ、ピーコさんはストレッチャーに乗せられて運ばれていった。その時ケイコさんは奇妙なものがピーコさんの後ろにぴったりついていくのを見たという。それは黒い人影だった。その黒い人影はピーコさんと共に救急車の中に吸い込まれて見えなくなった。翌朝、B 子さんが亡くなったと担任の先生から聞かされたそうで、 B 子さんは確かに病弱でよく学校を休んでいた。だから恵子さんもそれほど親しかったわけではない。しかし恵子さんは B 子さんを支えた自分の両腕の感触が忘れられず、しばらくはショックから立ち直れなかったという。恵子さんが高校生になり、環境も変わり、B 子さんのことも忘れかけていた時、再び黒い人影を見た。授業中、ふと斜め前方を見ると、廊下側から2列目の席の前から2番目の女子生徒のすぐ後ろに、ぴったりと黒い人影がついていたという。それは黒といっても、薄いもやのような輪郭も定まらない、かろうじて人影と認識できる程度のものであったそうで、恵子さんは一瞬で中学の時に亡くなった B 子さんのことを思い出したという。 B 子さんと共に救急車に乗っていった黒い人影が B 子さんの命を奪ってしまったのではないかと思っていたからだった。今再び現れたその黒い人影は、その女生徒の後ろにぴったりついて離れない。辺りを見渡しても、その影に気づいている人は誰もいない様子だった。恵子さんはどのように説明したらよいかもわからず、悩んでいるうち、とうとう放課後になってしまった。そして結局、その女生徒に何も話せないまま、翌日を迎えてしまったという。残念ながらその女生徒はマンションの外階段の一番高い場所から飛び降り自殺をしたそうで、それで恵子さんはやはりあの黒い人影は死神または悪霊のようなものなのではないかと思い立った。嫌なことはまだまだ続いた。恵子さんが社会人になっても、その黒い人影が見えると、必ず人が亡くなったそうで。ある時は、ある知り合いの男女の後ろにいて、その二人はいろいろと問題を抱えていたらしく、数日後に心中したとのこと。またある時、偶然高校の同級生と再会した際、彼の後ろに黒い人影が見えて、気をつけてと伝えたが、彼は、勤務先の工場で機械に巻き込まれ片腕を切断し一命を取り留めたものの、その後死亡してしまったとのこと。これは東北の地方のかろうじて新幹線の停車駅があるそんな
のどかな地方都市での恵子さんの体験談である。そしてもともとおとなしいのんびりとした性格の恵子さんだった。死を前にした人に対して全てを話して説得し注意を促すという勇気は到底なかったという。もしもそんな話をしたらたちまち変人扱いされてひどい目に遭うかもしれなかった。そして最近では車の運転中、信号待ちでゆっくり左折してきた対向車の運転席を見たとき、その顔がのっぺらぼうだったという。光が当たってということではなく、はっきり見えているのに顔だけのっぺりとしていてつるんとしていたそうで、さらにその助手席にあの黒い人影が並んで座っていたんだって。あっと思ったが、顔がのっぺらぼうだったので誰かもわからなかった。その後中学の同級生が亡くなったとの連絡が入ったそうで、車を運転中の事故死だったとのこと。あののっぺらぼうに見えた人物はその同級生だったと直感したという。恵子さんは複雑な気持ちでセレモニーホールでの葬儀に参列した。そしてその同級生が今現在成長してどのような顔になっているのかと思い、祭壇に飾られた家写真を見て大変驚いたという。どの角度から見てものっぺらぼうのままだった。恵子さんは怖くなりずっと下を向いたまま、葬儀が終わり早々に帰ろうとしたところ、中学の担任の先生と目が合ったそうだ。佐藤先生、思わず声に出してしまったが、卒業してから20年経過していた。先生に私がわかるはずないと思ったそうだ。ところが、もしかして恵子さんと名前を呼ばれて驚いた。中学の時同級生の B 子さんの突然死に直面して、恵子さんがショックを受けていた時、佐藤先生が優しくケアしてくれたということがあったので、恵子さんにとっては特別な存在の先生だった。私のこと覚えていてくださったんですね、ありがとうございます。というと、 B 子さんのことがあったからあなたも大変だったでしょ、時々思い出して心配してましたとのことだった。しかし参列者の体質の波に飲まれて、なんとなく出口の方へ押し出されてしまった。恵子さんは佐藤先生にご挨拶をしてお見送りした。すると止めてあった車の方へ歩き出した佐藤先生の後ろから、あの黒い人影がついていくのが見えたという。恵子さんは慌てて、佐藤先生と呼び止めた。恵子さんは先生のもとに駆け寄って、私、影が見えるんです、悪い影なんですと言うと、先生が驚いた顔をして、あなたにも見えるのとおっしゃったそうだ。先生の後ろにと言うと、先生は、大丈夫、私がちゃんと連れて行くからとおっしゃったそうで、黒い人影の正体は不明のまま、それ以降恵子さんは黒い人影を見なくなったそうで、佐藤先生が本当に連れて行ってくれたのかどうかももうわからないとのことだった。